スズメ神伝説クエストオブジョーングマスターは、1994年に ACOM が MVS、ネオジオ CD 向きに開発した脱衣マージャンゲーム。1995年には、PC エンジン版が NEC ホームエレクトロニクスから発売された。マージャンクエストと同様のシステム、世界観をもとにした、RPG 風味のマージャンゲーム。マージャンクエストのキャラクターが出るなど、 同作品の続編と言ってもいい。スタッフもそのまま引き継がれているらしく、キャラクターデザインもあの清水が引き続き起用されている。RPG 的なシステムは、マージャンクエストのままではあるが、供給対象システムが MVS だったため、アーケードゲームのマージャンゲームでは、当たり前の専用コントロールパネルは使えず、MVS 標準のジョイスティックプラス2ボタンのシステムで、プレイするようになっている。 ただし、これは本作に限ったことではなく、MVS に供給された、麻雀ゲームに共通する仕様だと言っていい。家庭用版にあたるネオジオ版は、MVS 版をそのままプレイできるようになっているが、本作は珍しくネオジオ CD 専用タイトルとして発売された作品である。PC エンジン版は、アーケードカード専用ソフトとして発売されたが、MVS、ネオジオ CD 版と比べて、 システムが変更されており、フィールド画面上でのキャラクターの操作が可能になり、宿屋でのセーブが可能など、家庭用ゲーム機を意識した、より RPG らしいゲームになった。また、天使様が、ステファイや、当たりパイ、泣きのタイミングを教えてくれる、アドバイスモード機能や、CD メディアの特徴を活かした声優による、イベントシーンでの音声のほか、敵キャラクターを任意で選択して、 フリー対戦が楽しめる VS モードも追加されている。なお今作は、画廊伝説に、竜子の拳、ワールドヒーローズに、画廊伝説スペシャルに続く、アーケードカード専用で5番目のネオジオ一色タイトルとなった。聖、ジャンシリードラー竜子が、スズメ魔王、国シーを倒してから数年。世の中は、平和を取り戻し、やがて聖ジャンシという存在も忘れ去られるようになった。 聖ジャン氏の村、ロンデンバーグ。ここに生まれ育った者は、17歳になると修行の旅に出るという掟きがあった。少女地ォーもその掟きに従い、修行のため山賊討伐の旅に出ようとしていた。この旅が地位の運命を揺るがし、そして伝説の聖ジャン氏を探し求めるための長く厳しい旅になることを、彼女はまだ知るよしもなかった。ありがとうございます。